皆さんこんにちは。今日もイタリア在住主婦がおしゃべりをします。イタリアの反グローバリズムの情報を皆さんと共有したり、そのことで私が感じたこと考えたことを気軽にお話ししていますので、お付き合いいただけると嬉しいです。まずはまあちょっと今まで私がお伝えしてきた情報のアップデートをお話ししようと思います。まずイタリアで起こっているいろいろな抗議デモなんですけど、こちらの方は止まっていません。まだ続いています。パレスチナ擁護デモだとか、あと農家さんたちの抗議デモですね。これはちょっと今ね、メディアがほとんど話さないので自分で情報を収集するしかないんですけど、まだ全然止まっていないようです。でパレスチナ擁護デモはイタリアでは全国でもう本当にいろんなところで起こっていて、特に若者なんかも動き出していて、とても大きな動きになっているんですけど、まあ、最近ねメディアが全然話さないんですよね、そういう件についても。何かこの間ちょっとね警察官と衝突したようなことがあって、そういう機会があるとすごく話されるんですけど、それがない時、普通に平和デモをやってる時は、まあ、メディアが全然扱わないので、まあ、自分で情報を収集するしかないんですけど、まだ全国で行われているようです。まあ、この間メローニがちらっと言っていたのは、まあ、10月7日からこの戦争が勃発してから、まあ、全国でね、まあ、1000以上の、パレスチナ擁護デモが起こっているという話を聞くだけでも、まあ、本当に勢いがすごいなっていうことがわかると思います。本当にこの戦争については、まあ一刻も早くこれ以上犠牲者が出ないように何とかしてほしいなっていつも願っています。それから農家さんの抗議デモなんですけど、EU のグリーン対策に対して行っている抗議デモですね。でこれも一時期ね、始まった当時はものすごくメディアで扱われたんですけど、今はもうメディアでは全然話されなくなりました。でも実は今いろいろな団体でね、なんかそれぞれ行動して いたものがちょっとね、農家さんたちで一つの動きにまとまるようになっているようです。ということでこちらの方もね全然終わっていないということなので、今後も頑張ってほしいなと思います。今日もちょっとねローマまでの国道をちょっと通ったんですけど、先ほど通ったんですけど、私たちの近郊のところにも一つそのトラクターがたくさん集まっている広場があったんですけど、そこまたたくさんトラクターがいましたので、まだこの抗議活動は終わっていないと思います。なので今後のまた大きな抗議活動に向けて今は準備段階なのかなと予測しています。またこの件も何か新しいことがあったらご報告しようと思います。それから戦争の件に関して、まあ、本当にもういろいろ話題がありすぎて本当にもう追いつくのも大変なんですけど、戦争の件で、まあ、ヨーロッパが今ロシアとますます緊張状態が高まっているというお話をしてきました。でマクロンが本当に、なんか狂気がもう丸見えになっていて暴走状態になっているというお話もしたんですけど、まあ、NATO に軍を出そうという提案をしたりだとか、まあ、絶対にロシアが負けるまでやめないという強気の発言を、フランス国内でしていたりとかしたんですけど、今日はちょっと朗報になります。今回このフランスのマクロンがウクライナのメディアに対して結構ねあんまり強気でないことを発言したと言っていました。 EU の平和を守らなければいけないだとか、この戦争をエスカレーションさせてはいけないだとか、あとそのためにはロシアと対話しなければいけないっていうようなことをウクライナのメディアに対して発言したそうです。なのでこの間フランス国内で話したインタビュー内容とか全然違いますよね。そしてその2日前ぐらいにはベルリンだったかな、確かドイツとポーランドで今後もウクライナに支援するっていうことでまた新たにねそういう声明を出したらしいんですけど、なのでちょっと、マクロンのちょっと人格が分裂しているのか、それともこれは作戦のうちの一つなのか、ちょっとよくわからないですけど、とりあえずまあウクライナにも、まあ、またこの間のフランスの国内のインタビューで答えたような強気な発言をしなくて、よかったなとは思っています。なのでちょっと、まあ、いろいろな圧力があったのか、まあ、イタリアとにかくねその マクロンの姿勢に対して、まあ、きちんと反対を表明してるんですね。もう絶対にイタリアはウクライナに武器を送らないっていうふうに、発表してますし、
なので今回マクロンはちょっとここで立ち止まって考えを変えたのかわからないですけど、まあ、とにかくマクロンはこのヨーロッパの中でかなり危険な人物だと思うので、今後の発言にも注意していきたいと思います。まあ、ひょっとしたらなんかちょっと なんだろうマクロンは、何でもね自分の国が主人公になるように強気の発言をしたと思ったら、今度はそれと反対のことを言ってきたりするのは、まあ、そういう何でも自分が主役になりたいがためにちょっと人格が分裂しているようなことなのかななんてね思っちゃいました。そう、それで、今回はまあもう一つね重大なことで最近お話ししていなかったことがあるんですね。もうちょっとしばらく前の話なんですけど、まあ、パンデミック条約に関する話ね。でこの件に関してどうなっているか教えてくださいっていうコメントもいくつかいただいていたんですけど、ちょっとここ最近ね戦争のこととかでちょっといろいろ本当に話さなければいけないことがたくさんあって、そちらの方を優先していたので、このパンデミック条約のお話はちょっと後回しになってしまったので、ちょっとしばらく前の話になるんですけど、イタリアはどういう状況かっていうことをお話ししようと思います。もう1週間ぐらい前だったかな、すごく話題になったんですね。それはなぜかというと、イタリアのガゼッタ・ウフジャーレっていうのがイタリア語なんですけど、それを日本語で何の言葉が正しいのかわからないんですけど、とにかく政府の公式な、広報誌みたいなものなんですね。でそこに書いてあったことでとてもね大騒ぎになったことがあるんですけど、グリーンパス、要はワクチンパスポートですよね、を導入するための準備について書かれていたんですね。そこに予算を投入するってちょっといくらか忘れちゃったんですけど、そこに予算を投入してグリーンパスの準備をするっていうようなことが書いてあったんですね。それで、まあ、大騒ぎになったんですよ。メローニ政権っていうのはその当時ねグリーンパスに大反対していて支持を得た政権なんですよね。まあ、唯一グリーンパスに大反対をしていた、政権だったんです。それでおそらくメローニが当選したと思うんですけど、なのでこのグリーンパスをまた導入するっていうことになると、まあ大変なことになるんですよね。で、まあ、反グローバリズム の私たちの情報源ではパンデミック条約に関して、まあ、去年の時点からいろいろ承認を得るためのサインとかを集めているわけじゃないですか。詳しい話は思い出せないんですけど、なんか去年の5月にG7 でそのパンデミック条約に関して、まあ、承認のサインをイタリアはしてるんですよね。確か日本もしてたと思ったんですけど、なので、まあ、イタリアとしては国内ではグリーンパスはもうやらないって言ってるだけのことであって、まあ、国際的にはそういうふうに WHO から、そのサインをしろって言われた時に必ずサインしてるんですよね、メローニは。なので本当にその国際的な動きで反対するということは期待できないという話は以前からしてるんですけど、今回その国内に向けての政府の広報誌にもそのグリーンパスを復活するための準備をするという感じでね書いてあったんですね。それでその反グローバリズムの情報源の間では大騒ぎになっていたんですね。でそれを察知したのか、まあ、これもちろんね普通のメディアでは全然話されないですよね。なので、まあ、普通の一般のテレビだとかそういうところから情報を得てる人は全く知らない話だと思うんですけど、まあ、私たちの反グローバリズムの YouTube メディアの間では盛んにそのことが話されたんですよ。まあ、あんなにグリーンパスに反対していて強気に言っていたくせに、まあ、もうどんどん実行してきてるじゃないかということで。そしたらその今 の保健省スキラッツィっていう保健省がイタリアはグリーンパスを採用することはないから安心して大丈夫だっていうふうに発言したんですね。なので保健省はイタリアにグリーンパスを復活させることはないって言ってるので、じゃあ大丈夫なのかっていう話で反グローバリズムの間でいろいろ討論されて、いろんな専門者の意見も聞いていたんですけど、まあ、結論としてはこれはかなり危ないという話になっています。で今の政権は、まあ、そのグリーンパス反対の立場で受かった政権なので、
この政権があるうちはひょっとしたらグリーンパスは採用されないかもしれないけれども、いつこの政権が、まあ、またどうひっくり返るかわからないわけですよね。今の政権である限りはグリーンパスは国内では採用されないかもしれない。でも国際的には、まあ、それをね採用するっていう可能性は十分あるわけで、イタリアの国内で例えばグリーンパスを使われないとしても、まあ、イタリアから国外に出るときはそのグリーンパスは採用されることになるわけですよね。それにもうきちんとサインしてるわけですよね。イタリアの国としては WHO のいろいろなそういう条約の法案にサインしてるわけですよね。なので、まあ、これは非常に危ないっていうんですね。なのでイタリアの国内でも、まあ、そのイタリアの国内でもそういうことをグリーンパスを排除するという法令ではなくて準備するという方の法令なので、もしも政権が変わった時にまたこれがすぐに再開される可能性は十分あるわけですよね。で、まあ、本当に今の世の中ね、2ヶ月先3ヶ月がどうなるかもわからないような状況だと思うので、本当に危ないっていう話なんですよ。なので、まあ、このことをお伝えしようと思いました。なので、イタリアは政府の中では、まあ、そのグリーンパスというのは排除していないと。なので、まあ、進めている立場を取っているけれども、今の保健省は国民にグリーンパスはイタリアは採用しないから安心してもいいっていうふうに伝えているっていうことなんですね。まあそういうことです。今はそういう状態です。なので今後ねどうなるかなって感じなんですけど、6月に EU 議会の選挙があるんですよね。まあそれにかかってるんじゃないかなって思うんですよ。そうということで、イタリアのパンデミック条約に関してはそんな感じなんですね。まあ私はもうねパンデミック条約が通ってしまうのはまあほとんど諦めてるんですね。で本当の勝負は国民がもしも強制をされた時に多数派が従わないっていうことをできるかどうかにかかってると思うんですね。そういう戦い方をするしか私たちはないので、まあ、本当に私たち一般人がどんな理不尽なことをされても、まあ、それに従わないっていう強いね国民性を作ることが私たちの勝負どころだと思うので、まあ、この先どうなるかどうかは、まあ、注目はしていこうと思っているんですけど、まあ、イタリアの立場としては反対できないと思うので、ちょっと諦めてるんですね。ただその EU 議会の選挙が6月にあるじゃないですか。これによってね随分違うと思うんですよ、今後の成り行きが。で EU 議会がまともな人が当選すればちょっとねこのパンデミック条約なんかもたとえそちらの動きで変なことが起こっても、まあ、その抑制する力が働くと思うので、まあ、なんとかなるんじゃないかと思ってるんですね。実は EU 議会の結果ってすごい大事なんじゃないかなと思っていて、今後の動きに対して、まあ、アメリカの大統領選挙もそうですけど EU 議会も、まあ、それと同じぐらい大事なんじゃないかなと思って、今後も、まあ、詳しくその件についてもお伝えしようと思うんですけど、まあ、まさかフォンデアライアンがまたね再選するようなことはないと思うんですけどね、その議長になるようなことはないと思うんですけど、まあ、フォンデアライアンっていうのはねそのあれですよね、選挙で受かった人じゃないんですよね。なんかそのパンデミックの時期に選挙が全く行われないで、その時期に、なんか勝手にリーダーになった人たちって選挙もされないで、まあ、勝手にね配置された人物なんですよね。そういう異常なことが起こっていたんですけど、まあ、今年は、まあ、本当に選挙で選ばれるようなので、まあ、不正選挙にならないことを願って今後の様子を見守っていくしかないなと思っています。この件に関してもまたいろいろアップデート情報をお伝えしたいと思っています。ということで今日はこのぐらいにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。チャオ。